ミラクルシスターズの次女のカリコ姫です。そして便所の梅子姫です。梅子姫、今日は見ての通り長女の高島ママがいないんですけれども、ただいま午後の2時でございます。この後3時からママと撮影が入ってるんですけれども、2本撮りなんですけれども、で12プロとかもろもろなんかセッティングしといてって言われたんで、ちょっと今ママいない間にこっそり撮影してます。今日はちょっとママをモニタリングしたいと思うんですよ。何それ。意外とさ、みんなね知らないと思うんですけど、ママの好きな有名人、結構ねお店とかでもママね全然話してないんですよね。全然その話いい、大丈夫、使える、これ使えるじゃない、使える、誰もが知ってる有名人なんですけれども。大丈夫よ。だってあんなにも好きなんだもん。でも不思議、国民的あの人でしょ。そう、国民的あの人、嫌いな人は誰もいない、あの人です。誰かというと、なんと浅田真央ちゃんです。ママはもうずっと、真央ちゃんが15歳の時かしらね、トリプルアクセルを決めたあの時から真央ちゃんにもう虜になってまして、すんごい好きで、不思議とねうちのお店ではなかなか真央ちゃんのお話しないんですよ。話題に出ないんですけれども、でもその10代の時から追いかけて、でいろいろ節約してバンクーバーまで行ってますからね。バンクーバーオリンピック、あの歴史的戦いね、キム・ヨナ選手とのあの戦い、もう待ってだって、あの時期とかは本当バンクーバー行くためにいろいろ節約して、ちょっと付き合い悪かったかも、そんな気がします。そうかもで行ってね、惜しくも銀メダルだったんですけれども、でも帰ってきた後すんごい号泣して、まだ余韻に浸ってるのか分かんないけれどもね、マオロスっていうのかしらね、マオロスになっても、突然急に、もうママなんか2丁目でずっとトリプルアクセルよ、もうずっと、もうあっちこっち行って回ってました。もうでソチオリンピックの時ね、マオちゃん出場してショートプログラムか16位、やっぱねママ好きじゃない、大好き、やっぱねそのショックを引きずってね、フリーを見てないんですって。もうすんごい真央ちゃん愛がすごいの。いや、そういうのも踏まえつつ、この後ママ来ますけれども、ちょっとね真央ちゃんのお話本当に普段しないですから、多分お客様とかでも聞いたことないんじゃないですかね。なんかもしれない、真央ちゃん愛を、あんなにも真央ちゃん愛を君もね語ってたのに、だからその真央ちゃん愛を確かめるのと、ちょっと真央ちゃんを、私たちも好きですよ、好きなんですけれども、ちょっと真央ちゃんの方をおディスりさせていただきながら、もうママの真央ちゃん愛を確かめたいと思います。そういうモニタリングを今日はしたいと思います。大丈夫よ。そうや、あんたがもう尻拭きなさい、もうちょっと噛んじゃったあんたが尻拭きなさい、もう怖い、大丈夫、何かあっても大丈夫、大丈夫かな。荒れちゃったらね地獄絵図よ、荒れちゃったらね地獄絵図よ。だって絶対人格変わっちゃうわよ、大丈夫、人格は変わると思います。だからそういうところもお届けしたいんですよ、そこをうまく成功できるように、ちょっと今からセッティングしてママを待ちたいと思います。ドキ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 する、怖い、頑張ります。どうしよう、緊張するけどもでもなんとか成功させたいと思います。ドキドキ、もうすぐだよ、もうすぐだよ。なおちゃん好きだから絶対忘れないよ。そうなのよ、好きなのよ、もう楽しみ。あんたがディスってまだまだむくりさまちょっと待って、遅くさないでよ。おはようございます。すごいじゃん、ちゃんと。はい、もうセッティング完了してます。結構ライト覚えました。すごいライト覚えてる。飛ばしてもらわないといけないからね。お茶いいですか？お茶とハイボール。疲れた。お疲れ様です。ね、今日は何するんですか？日本撮り。今日日本でしょ。なんかもうネタかな。じゃあ真央ちゃん会い方では。
なんでまーちゃんに。え、この時期だから。なんでまーちゃん。行けばまーちゃんの話は。まーちゃんね、あのおでこひどい人ね。曲げてるだけよ、これ。いや、おでこ大きくなる。ちょっと広い。なんか平安顔ね。平安時代。そう、上げてるだけよ。平安顔。髪の毛上げてるだけよ。昔だったら美人だよね。僕が昔の顔っていう、昔の顔、昔の顔。毎回おでこに目が行くのよね。あなんだもん、まーちゃんの話は。全然意味わかんないんだけど。録画したやつ再生したんだよ、なんか懐かしいなと思って、まーちゃん。もっと見てないわ、ずっと、まーちゃん。よいしょ。なんでまーちゃんの話するのよ。特に深い意味はないけど。YouTube どうですか。まあ、まおちゃんネタとかもいいのかなと思って。何のま、何をまおちゃん出すのよ YouTube。今まとまおちゃんの歴史。もんだけ。ああいうパックンできたから。ずっとまおちゃんを比べるのよ。比べるとなんないじゃん。なんかね。さっきママの口からマオちゃんのことも考えたら、なんか寂しいな。マオちゃんのこと考えたら、なんか YouTube のネタ考えたら。ジェンガよりかはマオちゃんだなって求めてるの。マオちゃんのネタ YouTube で話すの嫌よ、そんなの。なんでですか。無理よ、なんでマオちゃんのネタ。泣いちゃう泣かないわよ、もう。うるさいなって、ほんと、ムカつくんだけどな。だって、昔すごい号泣してたから。うるさい、マジで。なんで、まおちゃんの話なのよ。YouTube のネタ言ってよ。だけど、怒って帰ったときは怒ったけど、泣いて帰ったよね、一回。なんでその話なの、今。お母さんなのってくらいの。なんでその話なのよ、今。全然わかんない、意味が。僕と何を比べるのよ、まおちゃんは。比べる何を比べるの。ママが思うまおちゃんどうかよみたいな。まおちゃんは僕が喋るような人じゃないから。そんなにすごい人ってこと。ママがごめんなさい。分かるね。まおちゃんの YouTube 見て何が面白いの。僕たちとまおちゃん何が一緒なの。まおちゃん日本世界の宝よ。それはまあ日本の宝よ。待ってるけど。それで僕はまおちゃんの話してて何が面白いの YouTube で。共感できる人もいたりするじゃん。それまおちゃんファンだね。まあね、確かに。今度だしまおちゃんファンじゃないんだから、まおちゃん、僕とまおちゃん、僕がまおちゃんのこと好きでもまおちゃんのことさ話せんの。じゃあ嫌いではないけど。何嫌いだったんだよ。そこまで好きではないから。まあ、まず安藤美原なんだよ私。まあ、アンドお兄ちゃんも可愛いけど、私大好きな派だったから。そう、まおちゃん、まおちゃんを比べないでよ。だからアンドお兄ちゃんも可愛いし、なんだっけ、あの韓国のキムヨナちゃんも可愛いけど、まおちゃんはまおちゃんじゃん。なんか、まおちゃんは意味は変えるとかじゃないの。日本と世界の宝なの。世界の宝なの。世界の宝なの。なの。え、まあ、だってバンクーバー行った後ずっと泣いてたじゃないですか。いや、泣いてた。いいじゃん、それは難しい。泣いたんですよ。ゼンガなの。ちょっと眩しい。眩しい。眩しい。梅子セッティングだからね。マオちゃんネタはいいってだから。まあ、しのすぎたもんね。今じゃない。終わったくないもんね。オワコン。終わってないから。毎週いっぱいやってるから。この間もあんたモニタリングでやってたからね、ちゃんと。え、なんか CM 以外で見たの。見た。まおちゃんファン集めてさ、終わってないから。やってるから、いろいろ愛しようとか。これテレビでもいっぱい出てたじゃん。頑張ってんじゃん。いいじゃん、まおちゃんネタで。まおちゃんは別でやってるんだから。そんな、まおちゃんを話すような人じゃないでしょ、僕たちは。やめて。ママだったらまおちゃん、なんか語れるか語れるかな。語れない。語る権利あるな。まおちゃんはね、ほんと世界の宝だから。そういうね、平なこと言わないのかって。なんで
でいきなり真央ちゃんの話するかよくわかんないんだけど、俺はちょっとね気になったから普通に話しちゃったけども、いいじゃん、なのかなと思って最近。真央ちゃんは真央ちゃんののもういいわよ、もう始めましょう。明るくして、梅子明るくして、明るくマックス、これぐらい眩しいバイか、ジェンガエロッカしますか。おめん、おめん、あんた梅子のおめん、おめんぐらい、あ、あった一気で、じゃあやろう撮影で、カメラつけてよ、いいか、準備梅子、はいよ、梅子、まだよ、まだママ、うん、タッタタン、カメラ回ってました、ずっと回ってます、回ってました。何、今までのミーティングのやつ意外とも全部ついてます。すごいジェンガジェンガ言うけどジェンガ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 言うけどあったらって何なんだっけ、なんだっけ、ドッキリ、ドッキリです。モニタリングしてたの、モニタリング何のモニタリングよちょっと唐突すぎたかな。じゃあ、あなたまおちゃん好きって言うから、うん、まあ、好きなのは自分たちもしてたし、うん、ね、そう、だからまおちゃんのことを言ったらどういう反応するかなと思って。え、これ待ってるの、もうだ、もう待ってるわ、まあ、どういうこと実際に、何言って、何、いや、そういう、なんかね、ちょっとディスったりしたら、まあ、どこまでいう不機嫌になるかなっていうね、検証をしてた、モニタリングしてました今。なんで今までしたまおちゃんとかフィギュア界に対する普通にいる意見は全然嘘ですよ。そうなんだよ、もうまおちゃんめちゃくちゃ大好き、まおちゃんめちゃくちゃ大好き、もう不思議、泣いちゃった、もうもうほんとやめて、まおちゃんネタ、マジで本当まおちゃんネタ見てないんだね、まおちゃんネタは一切話しません。だって途中から私ママの目見れなかったから一切話しません。こっちだと見るからどんなにあいつ送ってたのに、あんたがいなさいと思ったら、私も買い切れなかった。まおちゃんネタとかマジで本当好きすぎて、もう泣くからやめて、本当に本当に泣くからやめて。人って本当に怒るとトーン下がる。本当に本当に、あ、もうこれガチでママイラついてるわって分かったもんだって今。ということで成功ってことで、今成功、成功しましたね。だってママの真央ちゃん愛皆様には伝わったでしょうか。モニタリング大成功。チャンネル登録よろしくお願いします。もう真央ちゃんネタはやめて、ハッピーハッピーでいきますか、はい、じゃあそろ YouTube